おっしゃ、やっぱインドストアな。おっしゃ。うわ、めっちゃ。お、食った。食った、食った、食った。マジか、食った、また。マジで。おっしゃ。はい、レイドジャパンの岡友成です。今日は広島県のリザーバー、三河ダムにやってきました。まあレイドジャパンがある、ね、岡山県の横の県なんで、まあね、何度か、ね、足を運ぶフィールドなんですが、まあ、今年は初めてです。まあ、2022年一発目の三河ダムということで、だから例年よりはね、なんか例年の同時期と比べると水位が結構低いみたいっていう話は聞いてたんですけど、まあ、確かに来てみたらちょっと低いかなっていう感じなんですが、ね、まあ今日昼からのスタートなんですけど、せっかくいい風、ね、吹いてきたんで、まあ今日はとりあえずこの上流域からスタートし、まあ、とりあえず今年で初なんで、まあ、どういった状況か分かんないんですけど、まあ、ちょっと、ね、まあ、とりあえず巻きかな、ね、まあ、こういったルアー、まあ、いろいろね、今年あの発売する2022年の新製品もろもろね持ってきてるんで、まあ、それを中心に、ね、釣りをやっていけたらなと思います。よし、まあ、ほぼ最上流です。まあ、例年のね、この4月、3月末、4月ぐらいで言ったらね、ほと多分ついこの辺ぐらいまであるんで、まあ、高さで言うと2、3メーターぐらい低いかなっていう感じなんですけど、まあ、水にいい、ね、多分、昨日、一昨日まとまって雨が降って、そのタイミングで増えてるのと濁ってるっていう、でそういったタイミングなんで、悪くないんじゃないかなっていう感じだから、とりあえずこの上流域からやっていきましょう。でまずはね、リベロヘッド、ね、リベロの大きい方のヘッドのこれ、まあまあ、ゼロ、ほぼゼログラムに、フルスイングの4インチ、まあ、この組み合わせからいきましょう。よし、ちょっと一回移動してみましょう。ちょっといろんなエリア見てみて、中流に。もう水深10メーターとか、もう下手したらそれ以上水深あるから、もう基本的に狙いは岸寄りの水深 2,3 メーター以内ぐらいなイメージです。多分やる気があるやつがね、そういったレンジの、まあ、岸際のそういったレンジに多分いると思うから、届きました。カットスイング、あのフルスイングの 3.5 インチのテールカット。おっしゃ、やっぱミートストやな。おし、フィッシュローラーの4インチ。おし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 、ボトボミドストっていうかボトムで、今日の一匹目はフナー、食ってますけど嘘でしょ。いや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 。お、食った。食った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 。絶対食った。あ、抜けた、くっそー。抜けた。
いや、いい、いい、いい。当たりがあったってことはいい。なんか、ベイト割れましたよね。おっしゃ、うわ、魚かわいいな。でもいたね。よし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 、浅い方よかった。ういは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 い、ちょっとかわいいな、丸飲みね。フィッシュローラーの41のミドスト、やっぱ夕方になって浅い方の方入ってるかもしれないですね。ね、さっきからちょっと手前でキラキラキラっていう、でも本当すごいちっちゃいベイトなんですけど入ってるんで、まあまあよかった。でもあのサイズか、うん、マジか。あ、切れた。マジで狙いは間違ってなかったんだけどな。巻き合わせすればよかったかな。かー、でかかったぜ。ちょっとショック、もうめちゃくちゃ浅いところで食いましたよ。やっぱベイトが溜まってるとこだったな。あー、やっちゃった。マジで。おっしゃ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 、もうよいしょ、きたよし、きた。いっぱいベイトが、ここ来た瞬間ここだけベイトがすごくて、今、ま、残念ながらね、合わせてライン切れちゃったんだけど、もう同じとこね、カットスイング。はい、レイドジャパンの岡智成です。まあ、別の動画でね、ロッドの方は紹介させてもらってると思うんで、まあ、ロッドの方はそっちの動画を見てもらうとして、まあ、2022年、いろんな新製品があります。で、新製品の中でも例えば、すでに発売済みのアイテムのサイズ違いだったりとか、ちょっとこう、仕様変更ものであったりとか、まあ、そういったものがあるんで、ちょっと紹介、まあ、させてもらえたらなと思います。まずね、これかな、まあ、2021年に出たお魚スイマー、これ125です。で、2022年に出るのがこちら、お魚スイマーの145、まあ、125、まあ、要は125mm、145mm、まあ、長さ的に言うと、20mm しか変わらないんですが、まあ、ウエイト的に言うとこっち 35g です。で、こっち 52g、 約ね 52g ぐらいなんで、まあ、ウエイト的に言うと約 20g ぐらい重くなってる分、まあ、大きくもなってるし、質量もあのアップしてるんで、まあ、よりね、まあ、この手のルアーって投げてゆっくり中層ね、テロン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 って巻くんですけど、まあ、よりパワーアップしてる分、まあ、魚を呼ぶ力が強くなってる、まあ、そんなルアーです。まあ、これであったりとか、あと、まあ、これ個人的に年中よく使うんですけど、まあ、エグチャンクね、これ41で、こちら、3.51、まあ、これ今まであったやつなんですけど、
これに加えて今回出るのが、3インチです、ね、こっち3インチで、ね、今これ真ん中に持ってるのが 3.5 インチで、まあ、長さ的に言うと本当、まあ、言うと、ね、表記的に言うと 0.5 インチぐらいしか変わらないんですけど、まあ、大きく変わってるのがもちろんその全体的なボリューム感もそうなんですけど、まあ、こっち、ね、3.5 インチと4インチって結構ボディが幅広で、ね、フラットな形状してたんですけど、まあ、3インチの方に関しては、ちょっと、まあ、スリム化っていうか、ね、幅を狭めてる分、まあね、0.5 インチっていうあの違いなんですけど、結構全体的なボリュームは一気にダウンしてると思うんで、まあ、例えば関東のね、まあ、霞ヶ浦水系を中心とした、まあ、ちょっと 3.5 とかエグチャンク4インチだったら大きいなって思うようなとことか、まあ、あと、ね、ため池であるとか、まあ、ちょっとこう数狙いたいなっていう時とか、まあ、そういった時とかに多分、重宝するサイズだと思います。まあ、リグ的には、まあね、この手で使うもの、まあ、いろいろ使えるんですけど、個人的には、フリーリグがおすすめですと、あともう一個じゃあ紹介させてもらおうかな。はい、フィッシュローラー、ね、フィッシュローラーなんですけど、まあ、新色、まあ、形は、ね、もちろんフィッシュローラーなんだけど、まあ、新色っていう感じになるんですけど、まあ、普通のバームの、カラーリング、まあ、ツートンとか単色だけじゃなくて、まあ、今年はこの、まあ、ちょっとリアル系のカラーね、まあ、いわゆる、プラグと一緒のような感じで塗装を施した、まあうちでいうとフィッシュスキンっていう、ね、シリーズになるんですけど、まあ、それも、出ます。まあ、これっていうのがもう見たまんまですよね、まあ、より魚に近いっていうかめちゃくちゃナチュラルなんで、まあ、例えば、まあ、今回は、ね、リザーバーに来てるんですけど、まあ、こういったちょっとこうリザーバーとか川とか水質がいいようなフィールドで、ね、例えばよりこうバスが、ねちゃんと目で見て餌を食うようなフィールドっていうか、まあ、そういったとことか、かな。で、あとね、まあ、背中の部分にね、マーキング、ね、これ色によってマーキングの色違うんだけど、まあ、ワカサギ系のカラーだったらピンクであったりとか、今ここにないんだけど、もう一個ね、ワカサギ系のカラーでオレンジがあったり、まあ、ちょっとハスっぽい色で背中黄色だったり、ね、まあ、これぞベイトっていう感じのカラーで、背中にちょっとシルバーがかってたりするんですけど、まあ、これなんでかっていうと、まあ、まあ、ミドストっていうよりホバストかな。まあ、遠投して投げた時に、やっぱりここが黄色とかシルバーな分、やっぱ視認性が良くて。ね、まあ、ルアー全体が見えなくても、例えばこう、スイミングさせてる時にこの黄色いね、マークが消えたら、それイコールバスが食ってるっていうね。まあ、いわゆるバイトマーカー的なね、役割を果たすものなんで、まあ、あるととないの、まあ、結構ね、普通のワームカラーに背中はこうピンクとか黄色とか塗って使ってた人も結構いると思うんですけど、まあ、これが最初から、塗装されてる感じです。まあ、その他にもいろいろあるんですけど、まあ、あんまりね長くね多く説明しちゃうと長くなりすぎるんで、まあ、この辺りにしときます。まあもうスポーニング前のねこの三まあ三本当最後だろうなっていう三冠四温のこの缶のタイミングなんですけど、まあなんかこうナチュラルバンクとかナチュラルバンクというかちょっとこうフラット気味のこういった砂地のちょっと沖のブレイク周辺狙うのは今、フィッシュローラーの4インチのホバスでミドスト、まあジュゲットが 1.3 グラムで。まあ結構ね、冷えたとはいえども、変に深いとこやるよりは、まあ、見えなくなるレンジのちょっと下でフラフラしてると思うんで、まあそういったとこでフラフラしてる魚を狙うのがこの、ミドスト。で、対して、まあ、リザーバーなんで、まあこういったこう、砂地のバンクもあれば今度ガビガビした、ねまあ、岩盤というか、ね、石がこうゴロゴロゴロっとしているようなとこだったらやっぱりちょっと、ねこういったのとか、トリプルフックがついているようなルアーだったら値が勝っちゃうんで、まあ、そういったとこを狙うのは、まあ、今、ね、ちょっと背中に刺してるんだけど、まあ、カットスイング、ねまあ、冬だけじゃなくて、まあ、この春先もよくまあ、釣れるというか、まあ、とりあえず、まあ、いいのがやっぱちょっとこうね距離も出せるし、まあ、水深沈めたとこでもこう操作性があるし、あとまあ何より根がからないで結構ね、ねシンカー付きのリグとかでももちろんいいんだけど、やっぱナチュラルかつ根がかりを抑えれるっていうのがねすごいこの、まあ、高比重の釣りの利点なんで、
まあ、この2本を柱にしつつ、まあ、濁ったら例えばスピナーベイトとかちょっと強めなルアーとか、やっぱ水深水の色ありきだと思うんで、でこれで例えば、ね、今これ気持ち濁り入ってるんですけど、これでピッカーンって晴れちゃったら、ね、まあ、こういった天気だったらこういったものだし、で晴れたら晴れたで余計こういった食わせ系になると思うんだけど、これがもっとね、ここのバンクに対して風がバッチバチバチバチこう正面から当たってるような状況だったら、もうそこに対して巻き物、ね、スピナベ、スコーン、ミノーとか、ね、そういうのでいいと思うんだけど、まあ、今ちょっと風吹いてるは吹いてるとはいえども、ちょっとかすめてる程度なんで、であとまあまあ水も多少濁ってるとはいえちょっとクリア気味なんで、まあ、ちょっと水袖でやっていってみます。フラフラしてる魚と出くわしたら食ってくれると思うんだけどな。やっぱ狙い通り、やっぱりな、こういうことか。よし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 よっしゃ、うん、よしよしよし、あっ、はい、お疲れ様でした。やらかしました。まあ地元ではないんですけど、比較的ね知ってるフィールドなんですけど、まあ春はこういったこともあります。出直してきます。はい、まあとりあえず昨日はね、最後の最後なんだけど魚は釣れて、まあ、今日もね、魚にはなんとか近づいたんだけど、まあ、自分のミスと自分のミスかなで、まあ、キャッチはできなかったんだけど、まあまあ本当出直してきます。帰りましょう。